されな YouTube 版です。2023年5月22日月曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は私のサレーナが平日ほぼ毎日 YouTube でお届けしよっかなと思っている、おしゃべりと歌ウクレレの3分番組です。平日朝7時半更新、24時間くらいで当日のラジオ非公開となります。その日のラジオ、その日のうちにお聞きください。やってきました月曜日ということで、今週も張り切ってまいりましょう。写真です。お好み焼き焼いてみたという写真です。 G7 サミットで、英国の首相さんがお好み焼きを焼いたということでニュースになっていたので、私も対抗して広島焼き的なものを焼いたという写真を引っ張ってきました。普通に小麦粉を溶いたものを、フライパンで焼いて焼きそばを乗っけたりとかしただけだったんですけども、美味しかったと思います。テレビコマーシャルソング、ウクレレの旅。今日は1970年代のコマーシャルをウクレレでカバーいたします。1970年代あるある知りたい。1970年に流行したお菓子、いちごミルクかっこキャンディー、佐久間製菓株式会社が1970年8月から発売している商品ということで、有名なこの CM 曲をちょっとやってみたいと思います。せっかくなんで。丸くてちっちゃくて三角で、佐久間のいちごミルクということで、今日は1970年前半だと思われます。資生堂ナチュラルグローメイクアップファンデーションのコマーシャルソングをウクレレでカバーします。何年というのはちょっとわからなかったんですけども、ネイルの雰囲気だったりとか、モデルさんのこうファッションメイクアップの雰囲気、あとこう全体的なアンニュイ感から、ちょっと60年代の CM じゃないんだろうなという感じで、70年代前半とさせていただきました。ということで、ちょっとこの本家の、あの映像を見ていただきまして、何年かなというふうには想像を巡らせていただけたらまた面白いかと思います。それでは聞いてください。女の心の輝きは肌の輝きから生まれる。ナチュラルグロー、ナチュラルグロー、目の表現力の前では言葉は無力である。ナチュラルグロー、ナチュラルグロー、口紅は小さな色、しかし女の世界を映している。ナチュラルグロー、ナチュラルグロー、爪を美しさの武器にできるのは女性だけ。ナチュラルグロー、鏡との対話によって女性は完成されてゆく。秋に熟すのは自然の色と女の美しさ。資生堂ナチュラルグロー。また明日お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。